はい、皆さんこんにちは、サンディです。今日は友達のパオと YC コレクションのコラボリップのレビューをしていきたいと思います。では始めましょう。はい、ということでこのビデオを本当はもうちょっと早く上げたかったんですが、やっと撮れたので今回はもうインスタグラムの方でも紹介をしていたんですけども、友達のパオ、同じ YouTuber で、まあ私よりも全然本当に全然有名で100万人いってる YouTuber なんですけども、本当にいつも毎回素敵なメイクをするのですが、彼女はですね、ちょっと紹介させていただきます。彼女は、日本に住んでいるペルー人の YouTuber になります。彼女はですね、多分日本人の間ではあんまり知られていないですが、一応ランキング上では国内で50以内の YouTuber になります。ビューティー系の、登録者数で言うと多分2位じゃないかなと思います、国内でね。それくらい本当に有名で、南米系の方にはすごく知られた YouTuber になっています。これからもうちょっとね、国内でも注目されたらなと思って、でいつもとちょっと雰囲気が違うのは、これは特別にそういう感じでやっていきたいなと思って、 T シャツとかでは嫌だなと思って、で、まあ友達だからっていうのもそうなんですけども、このリップたちを使っていて本当に気に入ったので、おすすめしたいなって思って、もうすでにインスタグラムでストーリーとかでちょっと紹介してたんですけども、今度は YouTube の方で紹介していきたいと思います。で、この商品なんですけども、 YC コレクションっていう、ブランドとのコラボ企画で、できたリップたちです。私が買った時には、3本でセットになっていたんですけども、今はもう単品で買えるようになったみたいです。日本への送料なんですけども、今現在のドルを円に変更してここら辺に表示させていただきます。こんな感じです。で、まだ見せてなかったね、こちらの、商品になります。彼女の名前はパオラって言います。だけどみんながパオパオっていうので、今回は彼女がねデザインを考えたんですけども、全てはねパオっていう、呼び名があるのでパオを使うことにしたみたいです。私は、結構パオの家に遊びに行ったりするんですけども、まだねみんなに発表する前にこの話を聞いていたので、もう本当に私もすごく待っていたものです。で、こういうデザインになるよっていうのも見せてもらって、なんだろう、スケッチみたいなの、そう、こういう感じで、でもうすでに、その時にはそう、こういう感じになるよって言って、またテストっていうかっていう感じで届いた時に、実際にこのものを見せてもらった時にも、わーと思って、本当に実現したんだなと思って、パオもこういう自分の、多分 YouTuber としてだけじゃなくて、本当にメイク好きな人ってこういうチュートリアルやレビューをしていく中で、自分も自分の商品を出したいっていう欲が結構出たりするんですよ。なんで彼女の夢は叶ったっていう感じなんですけど、本当にそれがもう嬉しくて、本当に嬉しくて、彼女は学校に行ってないんですよ。普通の学校は行ってるけど、メイクの学校は行ってないんです。なのにあんなに上手で、本当に独学であそこまでのレベルに行けるのは本当に頭上がらないです。で、まあそれは置いといて、中身の方行きたいと思います。で、これを開けるとまたパオって書いてあります。こんな感じで箱に入って、箱っていうか、こういう感じで、裏にはまあYC コレクションって書いてあります。そしてこれは動物実験をしていないので、はい、あとは使用期間は3年になります。だから3年間は使えます。でこんな感じで中を開けると、こんな感じでパオの写真と3つのリップたちが入っています。で、箱もちゃんとしていて、本当に、なんだろう、こだわってるなっていうのがすごくわかります。このリップたちなんですけども、それぞれ、名前があって、
パオは、3人の娘さんがいるんですけども、子供の名前をつけました。はい。でこっちからエイミっていう色になります。上の子になります。長女ですね。でこっちがティシャっていう次女になります。そして一番下のサシャっていう色です。こちらがね、サシャは、まだね1歳半ぐらいかな、多分ちっちゃくて本当に可愛いので、こんな感じでね、パオは確か、友達と相談した時に、娘ちゃんたちの名前をつけたらいいんじゃないっていうことで、まあ、そう決めたみたいです。はい。で今回つけているのはサシャっていう色になります。グロスです。まあ、イメージ的にですが、カイリとお姉さんのキムが出したコラボレーションのリップがあると思うんですけど、あんな感じです。本当に発色が良くて、ベタベタ感がないんです。本当に、なんだろう、こうやった時にこうくっつく感じっていうよりも、なんかリップバームをつけたような保湿感をすごく感じます。なのでマット系のリップがちょっと苦手な人とか、あとはグロスのベタベタ感が苦手な人はすごくこれを好むんじゃないかなと思います。で、全てがマットじゃなくてこういうリップが入ってるっていうのも、普段マットだけを使ってる人からしても嬉しいです。ずっと使っているものからちょっと離れたものをちょっと使ってみるっていう感じで、すごくいいアイデアだなと思いました。あとはちょっと色がねばらついてるのもいいなと思いました。なんでかっていうと、これを、このリップたちを見せた時も、3つのルックで見せました。これは確かヒューダビューティーのレビューの時に、パープルのアイシャドウを使った化粧をした時で、今回はこの真っ赤なラメが入っている、化粧で、でこれの時は確か、秋メイクをした時かな、確か。うん、なんかすごい濃い感じのダークな感じのメイクをした時に、これを使いました。でもまあ別に全部が全部そういう感じじゃなくても、シンプルな、お化粧の時でも合うし、もういろんなルックができるのがすごくいいなと思いました。はい。そして装置をちょっと見せていきたいと思います。はい。そしてここまで見てくれてありがとうございました。下の方に YC コレクションのホームページを載せておきます。そしてインスタグラムの方も載せておきますので、もしよかったらこのリップもそうですが、他の商品たちもありますので、そちらもチェックしてみてください。でもこれは絶対おすすめそんな感じで今回のレビューを終わりたいと思います。またねー。見ていただきありがとうございました。前回の動画をここら辺に載せておきます。もしよかったらチャンネル登録お願いします。そして通知ボタンもオンにしていただけると、アップするたびにと、生放送するたびに通知がいきます。そしてインスタグラムもよろしくね。バイバイ。